皆さんこんにちは。イギリス・ロンドンで絶賛ロックダウン中の YKK です。今週話題だった海外ニュースを紹介するウィークリー YKK ニュース、毎週日曜日夜9時に更新しています。さて、今週は人類にとってとても前向きなニュースが舞い込みましたね。新型コロナウイルスのワクチンが秒読みかというニュースです。今月に9日にアメリカのファイザー社とドイツのビオンテック社が開発中のワクチンの治験で高い有効率を確認したと中間報告がされました。 90% 以上の感染を防ぐことができると分かったそうです。すごいですね。暗いトンネルの中からようやく光が見えた、そんな気分になるようなニュースでした。このファイザー社のワクチンがかなり有効ということで、アメリカのトランプ大統領は2021年4月にはアメリカ国民に無料で接種できるようになると見通しを示していました。実はこの新型コロナウイルスのワクチンの治験は現在世界で48件進行中で、実用化へ向けた最終段階に入っているのは11件あるそうです。他にも有名なので言うと、アメリカのモデルナ社の治験も最終段階に入っていて、年内には緊急使用許可を申請するそうです。ということで、各社のワクチンがいよいよ最終段階に入っていますが、今最も注目されているのは今回発表されたファイザー社とビオンテック社のワクチンです。今回のワクチンは6カ国4万人以上に臨床試験を行われてきたんですが、安全上の懸念は今のところ出ていません。ワクチンは合計1人当たり2回受ける必要があるんですが、今回の治験の対象者のうち2回目の接種を受けた7日後に対象者の9割で効果が確認されたとのことです。じゃあもう量産体制に入るのかというところなんですが、実は今回発表された結果は最終的な分析ではなくて、これは対象者のうち新型コロナウイルスで陽性だった最初の94人の結果を元にしており、残りの全ての結果を分析するまでは正確な効果が変わる可能性はある模様です。日本ではファイザーから1億2000万回分、モデルナからは5000万回分のワクチンを供給受けることで合意しているということで、まあ、1人2回打たなきゃいけないって考えると、日本の人口の半分をカバーする量は発注済みということみたいです。で、私が住んでいる今イギリスです。イギリスは4000万回分、つまり、まあ、約2000万人に必要な分のワクチンを予約注文済みです。ファイザー社に早くて年内、もう来月ぐらいから高齢者を優先的に接種可能な見通しということです。いよいよここまで来たかっていう感じですね。来月かっていう、このようなプライオリティ、優先度でワクチンの接種が受けられるというふうに発表されていて、まあ、エッセンシャルワーカーだったり高齢者の人がプライオリティ高くて、だんだんこう60代50代で下がっていくんですが、で、我々若者が属するのがこの丸11番のその他になります。今回ファイザー社に発注した4000万回分だと50歳以上をカバーするので精一杯のようです。あとはイギリスといえば人為的感染、ヒューマンチャレンジと言われる研究方法で有名ですね。これはワクチン開発を加速するために健康な体の人にワクチンを注射して、で、その後に人為的にウイルスに感染させてワクチンの効果を調べるという研究方法、ちょっと倫理的にどうなんだろうって思うようなことなんですけど、そういうことをやってるのがイギリスです。とか、イギリスといえば大手製薬会社アストラゼネカとオックスフォード大学が共同で臨床試験を開始したりしています。なので今回ファイザー社に発注した分だけではイギリスの国民全てをカバーすることはできないので、そういった国内で開発している分だったり、まあ、追加発注したりとかして補っていくようです。今回のファイザー社が発表したワクチンは大きな課題があります。それはコールドチェーンと言われるものです。今回のワクチンはマイナス70度で保管しないと劣化してしまうんです。そのため超低温で保管できるような設備を持たない病院などには送ることができません。まあ、そういった体制面での課題が浮上しています。今回のワクチンがアメリカの FDA から緊急許可が承認されたとして、そこから地方の薬局に供給するまでの間マイナス70度で保管し続けなきゃいけない、このコールドチェーンが大きな体制面での課題となって浮上しています。マイナス70度以下を保つっていう設備がかなり珍しいものでして、大都市の病院でさえそこまで設備が整っているとかはないそうです。アメリカで最も権威のある病院の一つであるメイヨークリニックというところでさえ設備がない状態です。
なので資源の乏しい地方やその設備を整えられないような貧しいエリア、ワクチンを受け入れる場所や時期に影響を与えるんじゃないかと言われています。他にも挙げられている課題としては、一度接種したこのワクチンがどのくらいの期間有効なのかもまだ分かっていません。とはいえね、こういう明るいニュースを受けてワクチンを受けたいと思っている人がどれぐらいいるのか気になったので、 Zoom を使ってランダムにいろんな国籍の人にインタビューしてみました。 So I want to know what people think about this vaccine. I travel a lot, you know. Yeah, I got this type of, you know, antibody. You already got antibody. I'm not very confident about the vaccine. I think that I would wait for a while. I wouldn't take this vaccine until it's like would be like beneficial for me. If you have a vaccine, like you can travel. No, I'm sure I will wait. How about you, Chandra? As soon as it comes, you know, even I have to pay, you know, as much money, I pay. I just get it. Oh, yeah. I'm not afraid. I'm definitely American, not Chinese. Why? But I don't kind of trust it. They would definitely not take the first vaccine. They would wait to see how it goes.Zoom を使っていろんな国の人に意見を聞いてみたんですが、ほとんどの人がまだワクチンに対して懐疑的な印象を持ってるんだなと思いました。まだ中間報告であること、それから長期的に副作用が出る可能性があること、こういったところが不安要素として大きいみたいです。他にも今回のファイザー社、かなり有効ではあるんですが、その保管だったり移動に関するコールドチェーンの課題があるということを設けて、保管のしやすさが競争点となりうる可能性があります。アメリカのモデルナ社の交付品のワクチンは普通の冷蔵庫、つまり2度から8度ぐらいの環境で保管することができて、保管可能期間も2週間まで延ばせないかと今実験を進めているそうです。ということで今回ワクチンの全体像をさっとおさらいしてみました。あまり難しい細かいところまでは踏み込めてないんですが、まあなんとなく今ワクチンがどういう段階で今後どういう課題があり得るのか、それから世界の人々はどういう感想を持っているのか、そういったところが共有できたらいいかなと思います。以上、今週はワクチンに関する基本情報をおさらいするウィークリー YKK ニュースでした。また来週日曜日夜9時にお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。